皆さんこんにちは。今ですね、鍋冠山に来ております。今から番外編として大分の別府にブラーっと行ってみたいと思います。大分県別府市別府駅にやってきました。見てください、あそこに手湯があります。やはり温泉街だけあってこういうところにこの手湯っていうのがあるのがすごいいいと思います。でお湯の温かさはとてもいい感じにぬるくてとても気持ちいいです。いかがでしたか、別府駅にある手湯。皆さんも別府駅に来た際は一度は触ってみるといいですよ。そして今高崎山自然動物園に来ております。今からお猿さんを見に行くのですが、ここでまた来週になります。ではまたね。皆さんこんにちは。今ですね、鍋冠山に来ております。今から番外編として大分の別府にブラッと行ってきたいと思います。ブラッと行ってみたいと思います。皆さんこんにちは。今ですね、鍋冠山に来ております。今から皆さんこんにちは。今ちょっと待って皆さんこんにちは。今からちょっと待って、もう一回皆さんこんにちは。今鍋冠山に来ております。鍋冠山から見える景色はとっても綺麗ですよね。今から番外編として大分の別府に行ってみたいと思います。いかがでしたか、別府駅にある手湯。皆さんも大分に来た際は大分の別府駅に行っていかがでしたかいかがでしたか、別府駅にある手湯。皆さんも別府駅に来た際は一度は触れてみるといいですよ。今ですね、そしてもう一回